いつも視聴していただきありがとうございます。視聴者の方から、最近動作の動画がないのが寂しいです、と連絡をいただきました。そうですよね。iCADの楽しいところは簡単に動くところですよね。久しぶりに動かしていきますよ。いつも視聴していただきありがとうございます。今回は、このモーションの3次元モデルの、作成の紹介動画を公開しようと思いましたが、ちょっと動画が長くなりすぎたんで、次回ゆっくりこの制作過程を含めた動画を公開します。今回はこの同期モーションだけの予告動画です。もしなんかグッドボタンがたくさんあったら、なるべく早めに動画を公開しますんで、皆さんよろしくお願いします。今回もご視聴ありがとうございました。どうでしょう、このモデリング動画を早く見たいという方は、ぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。いや、そうでなくても、僕のモチベーションが上がりますので、グッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いいたします。また次回の動画も、ご視聴をよろしくお願いいたします。永瀬エンジニアリングでは、一緒に楽しく仕事をしてくれる仲間を募集中です。僕と一緒に仕事をしたいと思う、そんな既得な方がいらっしゃったらぜひご連絡ください。また、動画制作の励みになりますので、よろしければチャンネル登録もお願いいたします。